はいどうもタクタクです。刺繍継ぐの日探知曲プレイやっていきましょう。というわけでなんかねアパートに行かなきゃいけないみたいですよというわけで違う人のアパートに今から目指すんですが、おおお電話が鳴ってる。電話どっちだ、どっからこっからこっから、ふっかわした。あれ電話あれ電話どこですか。ちょ電話が見つかんないだって。え、ちょっと待って、電話でしょ。電話なくなってすか。行方不明になりすぎやろ。え、ちょどこ。お、やべ、なにこれ。音が怖いって。どこ。うわ、なにこれ。やべ、なにこれ。あった。これ出る、これば出ればよかですか、これ。出ればいいですかこれ。よし、電話に出よう。どうなる。もしもし、ない切れた。なんだよ、何今のメッセージ。え、なんて言った。うわっ、ない、うわ、後ろから。ないえ、うわぁ、やばい、絶対開けない。うわ、やべってないこれ。あれこれ行方不明になってた子じゃない。いや、違うかな。さっきの女じゃないよね。うわぁ、マジか。やめて。おっ、やっぱや、そうだ、行方不明になってた子だ。ちょ、まずは、様子を見よう。ふん、かわした。もう一回行こう。ふん、もう一回行くぜ。ふん、もう一回。ふん、まだ回復しない。よっ、まだかよ。俺もうこれ回復しないのか。おお、ちょっとこれもう回復しないか。回復しないのかな。回復しないっぱいな。ちょっと諦めよう。よっよっ、よし、これで諦めよう。あ、そっか、刺繍7だった。いや、あれ？じゃあもう一回回復するはんだけど。よし、じゃあ、刺しますいやー、ごめんよ。19。一撃。包丁強し。ちょっと待ってくれ。またか。あれ、またマップ変わってるっぽいな、これ。うお、マジか、なんじゃそりゃ。なになに、どうなってんの。真っ赤だけど。三島かな。かなえだっけ、どっちだっけ。マジかよ。全部一応見とく。特になんか変わった様子はないように お見受けするんですけど、うん、全部同じだよね。やべえよ、とんでもねえとこに迷い込んじまった。お前もいるのかい。逃げる。ちょっとこれ逃げるも選択肢が、お何がある。あ、なるほどね。でもこれはいらないや。攻撃力が低すぎるでしょ。これ大丈夫、ちゃんとこれ進んでるのかな。お、こっち側に行ってみよう。おこれ、あれ、ここ開けた。お、止まった。ハンマー、ネイルハンマー、丈夫な鈍器。ドン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 キードンキードンキーあ、ちょっと待って、ごめんなさい。おら、あ、回復するの忘れた。よっ、おお、回復した。もう一回ドンキー。オッケー、ドンキー強え。つか、みんなこれもうそろそろクリアしたいな。移動、いや、もうちょっと探索してから移動しようか。こう行って、この先に何があるか。あ、これか。ちょっと戻って損したな。エンカウント的なものを受けちゃうからね。まあいいや、このまま移動してみよう。行こう。こっちにいるね。行きまーす。今度は何もないことを祈る。
いや、何かあることになる。うおぉ、やばれやばれやばれ、おらドンキふん、回復した。結構使用回数が。ハンマー壊れることなんである、そもそも。こっち行ってみようか。使用回数制限は辛いな。お、お、ポリバケツありすぎでしょ。あ、何これ。お、なるほど。武器の使用回数を減らす。エンターで使用。エンターで使ってみようか、じゃあ。あ、こうやらないとダメなんだ。これで、これを、はい、エンター。使う。お、お、お、6回。包丁とかに使えばよかったかな。まあ、でもいいや。拾いに行くのがしんどいから、ね。このまま行こう。ガムテープ。どんな勢いでハンマー振り下ろしてんだろう。もう、ぶっ壊れるぐらいの。おー、出た。ごめんよ。でも、ごめん。振り下ろします。ドン！マジかよ。みんな逃げ気必要なのか。子供のヒットポイント低いと。おーい、おー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 おお、かわせなかった。やめてやめてやめて。くれ。あー。やっぱダメージ量がね、少ないね、ハンマーはね。お、また鳴ってるよ。また電話が鳴っている。どっちに行けばいいかな。見えてるかな。見えていません。こっちに行きましょう。お、暗っ！暗っ！こんなに広いのか。うわぁ。どこから鳴っている。こっちに行ってみよう。こっちか、こっちか。こっちか、こっちですかね。お、終わった。移動なっちゃった。どこどこどこ、近づいてるこれ。開ける。おっと、10円玉。いや、待て待て待て、落ち着け。うおい、もう、出てくんな。いや、かす。はい、かわしました。よし。マジで、マジ、ま、おおおおお、厳しい、厳しい、厳しい。くれ。ファイナルストライク。26か。しょうがない。これで、ま、いいや。まあ、不本意だが、ゲットできた。このままじゃ、まっすぐ。あった、あった、あった、あった。入る。おっと、手紙があるぞ。手紙だ。開ける。来た。え、さまよい始めて5日目。7月9日。5日前、公衆電話に呼ばれて、アパートの外へ出た私はいつの間にかこの世界へ引きずり込まれてしまった。電話の主は恐ろしげな声で、ユキエと名乗った。ユキエ。ユキエ、数日前に行方不明になった女と同じ名前だ。ニュースでも報道された。彼女が怨霊となり、刺繍を放つ存在となったのか、一体なぜ。ユキエ。この人も電話の声に呼ばれたのか。この人と早く合流しないと、俺と同じ境遇みたいだ。うわぁ！またなったよ。電話に出ると。電話に出よう。もしもし。なんて言ったの？なんて言ったの？消えた！あ？も、まんもりやう。わかんない。嘘つきか！嘘つきって言ったのか。全然聞き取れなかった。誰かいる？いない。今回はいない。開ける。開ける？何を開ける？ああ、手紙か。できれば俺ここでセーブしたいんだけど。出る。お、悲しげな音楽が流れている。急に悲しげな音楽が流れている。もう一回入ってみようか。あ、手紙がなくなった。10円玉を使いましょう。うわ、なんじゃそれは。顔が、ああ、なるほど。意味がわかった。記録のとこ今まで一回も使ってなかったか。ちょ、暗い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 。暗い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 。なにこれ、広大に暗い、え、暗い暗い。なにこれ、やばいって。おお、うおー、いるのかよ。逃げよう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 逃げまーす。こう、壁際に移動しよう。あれ、移動なっちゃった。違う違う違う、まだここ移動しきってないか。
リバケツ的なもの。どんだけ広いのここ。あ、あったぞ。開ける。おっと、ガーデンフォーク、攻撃力13、串刺しにする。随分えぐいもん入ってんな。これでじゃあ奴らを片っ端から刺していけばいいわけだ。うわー、いきなり出てくんだ。うわー、ちょっと一回、いや、刺そう。串刺しだぜ。もう、うわー、ちゃったったったっちゃった。マジか、刺繍上がっちゃった。ちょっと一回かす。刺繍下がることないのかなこれ。ダメだね。マジかよー。刺繍を取り除きたい。あ、戻ってきたっぽい。ダメか。ちょっとおとなしく移動しますか。じゃあ、悲しげな音楽になってるし、できれば長居したくない。サクサク行こう。おっと、ちょっとすぐ移動は困るぜ。うわー、キス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 、やばいよやばいよ。よっ、くれ。よし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 。これ地図で攻撃できないのかな、今思ったんだけど。次ちょっと押されたら地図で応戦してみようか。結構サクサク進み出してるけど、あ、雨が止んでる。よく見たら、マジかマジかマジか。右手を使う。あ、使いません。ファイナルストライク。お、きた。攻撃力2倍だね。やっぱり、終わりの時は。武器、おーっと。これ大丈夫か、合ってるかな。こっちで合ってるか。あ、雨降ってるか。雨降ってるのか。開ける。おーっと、あー、ま、やっちまった。やべえな、これゲームオーバーの予感がプンプンしてきた。またかよ。逃げる。武器ないかな、武器。あ、あ、来た、開ける。お、まあ、こんなものでもないよりはマシだろう。ちょっと待って、違う、こうがいい、こうがいい。慣れてるから。よし。これもう他のとこにたどり着ける気がしないんだけど。結構入り組んでんな。いや、こっちに行った。ダメだ。うおぉ、そっか、不意打ち受けた。うわぁ。くれ。うわ、いやー、これ倒せない、絶対。おぉ、マジかマジかマジか。ちょ、勘弁して勘弁して。おい、やっべぇ、呼吸がやべぇ。倒せなくないこれ。ふっ、うわぁ、やばいやばいやばい。やべぇ。しかも倒せないっていうオチ。ふっ、あー、かわせなかった、しかも。やべえな、これ、やべえな。ちょっと。ふっ。呼吸を整えれない。逃げよ、もう逃げよ。やばいなー。ゲームオーバーの予感が。こっちに合ってるかな。あ、移動になっちゃった。お。音楽、おーっと、いるわ。いるわ。いるよ。雪？おい、ちょっと電話がある。入る。お、お、お、時間がないって書いてあるけど、封筒に。また手紙。開ける。時間がない。自分の体から強い周期がする。呼吸をするだけで一周が私を蝕むのがわかる。あの恐ろしい行方は自分の死体を見つけてもらうことを望んでいるようだ。そのために電話を通じて、下界から人間を呼び寄せている。赤く血の染みた服を着た、手足のない幽霊が、雪へ、この世界の主だ。彼女を成仏させることができれば、この世界から解放されるだろう。手足のない幽霊。あれ、手足なかったっけ、さっき。雪へには手足がない。どういうことだ。電話をしよう。電話、ね、誰に。初めに電話に呼ばれた時、すでにこの世界へ引きずり込まれていたんだ。だとすれば多分繋がるはず。10円ないのに電話する。10円ないよ。もしもし、
あなたはゆきえさんですか？聞こえているんだろう？お、出てきた。俺をこの世界へ引きずり込んだのには何か訳があるんだろう。だから電話で呼び寄せた。もしあなたが俺を呼んだのなら、俺はあなたを助けたい。どうしたらいい？なんて言った？切られた。あれまた？開ける。いや開けなくていい。ダメだったか。お、なに？雪絵に意思が通じた。これ以降いつでも電話ボックスからセーブかな。おお、マジで。マジかよ。ラッキー。じゃちょっとセーブさせていただいて。はい、セーブしました。といったところで今回はこの辺で切りたいと思います。だんだんね、この話の終わりが見えてきましたが、まあ、ゆきえをじゃあ探しに行こうかと思います。ではまた次回ご覧ください。ではまた。